8月にレイビレッジで行われたイベントの2週間後に発生したと。まあ、丹田とかこうやってるとどうしてか話してムズムズしてくるわけですよ。丹田をやってるっていうのは、はい、僕たち素人にはちょっと難しくて、丹田はやるものなの。持続性、調整をずっとこうキープできるってことです。意識を続けるだけで、もう言うなればずっと射精し続けてる感じ。そしたら気づくわけです。え、世の中の世は意味ねえじゃんってことで。そうね、これもまた面白くて、おいおいおい、これじゃねえかってね。で、バーってなるじゃないですか。まあ、その瞬間もう甲骨状態です。うわ、これ絶対これだし、これで確信です。もう一発でもうトリップしちゃって、そこがずっとこうです。さらに大事なのがあって、これもめちゃくちゃいいテクニックなんだけど、眼球を固定するだけじゃなくて、一番重要なのは、これをできると数十秒で飛びます。あのね、ニュル、ニュル、ニュルってなんかこう、出ちゃう感じ。ニュル、ニュル、ニュル、ニュル。一気に前進とか、いろいろです。いろいろできるよね。直接花火を頭に、ブワー、ブワー、ブワーって爆発させるらしい。圧力すごいし。で、それが全身にズバー、ブワー、ブワーっていく。で、ブワー、ブワー、ブワーもできるし。ブワー、もできる。このあまりにもいい質の高くて、強度の強い快感、快楽をコストがかからず、自制できるになると、ちょっとこれ大々的にさ、今度やろうぜ、またやりましょう、ぜひぜひぜひ。やっぱりミツロー TV 去年やったあのタントラの合宿のようなものをもう一回やってですね、うん、あの一般的な人ミツロー TV 入ってる人たちいい思いさせようぜっていうことで、レイビレッジでまたできたらと思いますので、うん。